はいお疲れ様です、えー、今回の動画では広報公開法の計算方法についてお話しいたします。えー、2つの基地点座標点から2位に据えた、えー、トータルステーションの位置を計算します、えー。この測量方法は土工、えー、時の長張り設置などの現場測量に、えー、おすすめでございます。ということで、えー、プロフィールでございます。 正明と言います土木施工管理30年でございます。はいということでこの動画のポイントですけど、えー、まず2つの基地点の水平角度と水平距離を測量して測定した数値と座標間で計算した値とでまず誤差を確認します。で2つの基地点のうちどちらかの基地点のまずは方向角を計算します。 そこから最後に予言定理正弦定理三平方の定理三角関数を使ってですね機械点の座標を求めて終わりという流れになっております。ということで最初に測量からいきたいと思います。まずトータルステーションを測量しや,しやすい場所ですねに据え付けて えーまあ、そこを機械点 KP としますそして T1 ですね基地点の T1 を始順して水平角度をまずは0セットとしますそして水平距離 B を測距して次に T2 を始順しますで始順して水平角度 A と水平距離 C をですね測量をします はい、これが拡大した図になりますけども t の座標ですね t と t を使います。のの座標が y がの座標標が、y、がががと。ということで t を0セットして即挙すると141.080という数字が求められています。 そして T2 を準して水平角度101度12分20秒とそして即距128.251という測量結果になっております。ということでここからは誤差の確認です測量した水平距離と水平角度から T1 と T2 の座標間の距離 A を予言定理で求めますここですね予言定理ここの距離を求めますその結果とあとこの T1 と T2 のこの座標の値を三平方の定理で計算した A とで、まあ、どのくらい誤差があるのかをまずは確認しないといけませんということで計算してみます まずは t1 から t2 までの水平距離 A ですね測量で窒息した水平距離 B と C と水平角度 A から計算します。算出方法は予言定理です。予言定理の公式は A イコール =B 事乗プラス C 事乗 −2×b×c×cosa という公式になります。でこの公式にそれぞれ値を代入します。で a イコール =141.080 次乗プラス128.251の事情 −2×141.080×128.251× の事情。 コサイン101度12分20秒ですねで。これらを計算すると A イコール208.289としたがって T1 から T2 までの距離 A はですね 208.289m となりますえ続いてですね座標からですね T1 と T2 の座標からこの A を求めていきますここのの A を求めるには、三角。 を作って三平方の定理で求めます T1 の座標ですね X が 162.671Y が21.429とそして T2 が x 88.922と Y が216.225ですねのそれぞれ X とこの Y ですねの差をまずは計算します。 まず x の差ですけど1 6 2 6 7 1の8 8 9 2 2イコール73.749ですね。で次は y の差ですね。y の差は2 1 4 2 9の2 1 6 2 2 5ですね。イコールス1 9 4 7 9 6という数字になりました。えっ、ー、と今出た答えですね。x と y の差から、三平方の定理で、s m a l A をですね、計算していきます。三平方の定理の公式ですけど、A 二乗イコール X 二乗プラス Y 二乗ですね。で、これを A イコールにして 73.、73.749の二乗プラス194.796の二乗をルートしてやると、A イコール208.289と。 従って t から t までの距離 a はですね 208.289m という結果が出ました。ということで今捨てたそれぞれの答えをまずは比べるんですねまずは誤差を確認するということで現地を測量した値から予言定理で計算した値と先ほど計算した三平方の定理の方のですね 値との差が誤差になりますで実際にですね計算した値が予言定理で求めた値が2 0 8 2 8 9三平方の定理と求めた値が208.289ということで誤差は 0m。今回はですねこのように0にしましたけども、えー、必ずですね何ミリか誤差が出ます。ということでちょっとしたポイントですけど 誤差が大きい場合はですね機械点の位置とあと t1 と t2 の位置関係がですね二等辺三角形に近い形になるように機械を移動してですね胸角胸角が90度から120度の間になるべく収まるようにしましょう胸角がですねこう狭かったりですね逆にこう広がったりすると誤差が あの大きくなってしまいます。ということで、えー、次からは機械点の KP の座標をですね計算していきたいと思います。ということで最初にですね角度の B この三角形の角度の B か C を制限定理で求めます。まあ、これどちらでもいいんですけども今回は、えー、こちらの C をですね えー、この角度を使って、機械点の KP の座標をです、ね、求めていきたいなと思います。まずは角度 C ですね、えー、制限定理を使って計算します。えー、公式はですね、sinA 分の smallA イコール sinC 分の smallC これにそれぞれ、えー、値を代入します。 サイン1 0 1度1 2分20秒分の208.289イコールサイン C ですね分の128.251と。でこれを計算すると C イコール37.156746975とですね出ますのでこれを60進法にですね変換します。そうすると えー、37度9分24秒となりました。ですね、えー、続いてですねこの線この A の方向角この D の角度を求めますこの方向角ですねこの D の角度を求めます。この D はですねこのスモール D の角度に90度を足した答えー、個体が え方向角になりますのでこの small d をまずは求めていきたいと思います。これは三角関数でですすね求めますということでこれはあのこの small d なのでこの数字とこの数字を使って tangent で求めましょう。まずは tangentd ですね small d=194.796 分の 73.749とで D イコール20度44分11秒という答えになりますそしてこの答えに90度ですねここの90度を足してやるとそうすると110度44分11秒したがって方向角 D はですね110度44分11秒とを数値になります 続いてこの E ですねこのこの B の線の方向角ですねこの B の方向角 E を出します。これは、えー、C ですねこの C の角度と先,も先ほど求めたこの DD を足し算すると出てきます。 とということで C の角度37度9分24秒プラス110度44分11秒イコール147度53分35秒したがって、えー、線 B の方向角はですね147度53分35秒となります、えー、続いてですね、えー、機械点の KP の座標を求めたいと思います先ほどのですねこの方向角 E ですねこの E からこの KP の座標を求めていきますまあ、この三角形を使ってですねこの三角形のこの X, 軸 X の距離と Y の距離を出してこの座標に足したり引いたり するとこの KP の座標が出てくるという流れになります。ということで最初にこの F ですね。この F を求めて三角関数でこの KPX ですね。X と Y を求めます。で最初に F からですね。F イコール180度からこの E を引いてやると。 これ180度なので180度から e を引くとそうすると、えー、32度6分25秒となりますで f が出たので次にこちらの x と y の距離を求めますこれは三角関数ですね cos ですね cosf イ,イコール b 分の x と あこっちか b 分の x ですねこっちですね b 分の x141.080 分の kpx ですね x イ,、えー、x イコール x イコール119.503と続いてこっちの y ですね y は sin ですねサインえー、っと sinf イ,イコール b 分の y と。 ということで32度6分25秒イコール =141.080 分の y ということで74.984という数字になりました。したがって x は 119.503y は74.984となります。最後に 基準となった t 1ですね t 1の座標から x と y をそれぞれ足したり引いたりして kp の座標を求めます t 1から見てですね kpx は下向きなのでマイナス。で kpy は右向きだったのでプラスとしますということで x の座標ですね イコール162.671マイナス119.503イコール43.168と。で、y の座標は21.429プラス74.984イコール96.413。がって、えー、機械点 KP の座標は、えー、y が43.168。あ、違う、x が43.168。 Y が96.413となります以上でございますはい。ということでまとめになります今回の動画では広報公開法の計算方法についてお話ししました広報,広報公開法は2点の基地点座標点ですねから2に据え付けした機械点の座標を求める測量です えー、2つの座標点の水平角度と水平距離を測量して測定した数値と、えー、座標間で計算した三平方の定理のやつですねとの値とで誤差を確認します。そして2つの基地点のうちどちらかの基地点の方向角を計算します。そして最後に 正弦定理、余弦定理、三平方の定理、三角関数を使って、基地点を求めていきます。この測量は、格子2点までの角度と距離を使って計算するので、計算上のですね、誤差を含む可能性があります。格子などの現場測量に利用して、その正確さをですね、求める構造物の測量などは、座標点に、 機械を直接据え付けてですね、測量することをお勧めします。はい、ということで以上になります。えー、私のチャンネルでは、えー、土木施工管理について、えー、発信しております。えー、動画がですね、えー、参考になったと思ってくださったらですね、ぜひ、えー、チャンネル登録とグッドボタンですね、ぜひお願いしたいと思います。 同じ内容で、えー、ブログもやっておりますのでよかったら、えー、覗いていただけたら嬉しいです。あのー、広報公開法の,あの3点からのやつもですね計算方法を載せてますのでもし、えー、興味がございましたら、えー、見ていただきたいなと思います。ということで、えー、動画を最後まで見て,見ていただきましてありがとうございました。